さあ、それでは今日はね、いろいろプログラム詰まってますので、サクッといきたいと思いますけれども、今日の聖書の御言葉はですね、バイブルの御言葉を皆さんにまず届けたいと思いますので、よろしくお願いします。見えますか？大丈夫ですか？一緒に一個だけなんで言いましょう。さあ、はい。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。もう一度言いましょう。さん、はい。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、ということで、今祝福宣言シリーズというのをやってますけど、前回までビジョンシリーズですね、ビジョンのメッセージしましたけども、今日からできるシリーズということで、何回か、このメッセージを皆さんにお届けしたいと思います。ビジョンシリーズも大事ですけども、このできるメッセージもすごく大事なので、ぜひ漏れなくね、漏れなく期待して、また全部聞いていただきたいと思っております。まあ、その前にまずですね、パスターホープの健康アドバイスということでちょっとさせていただきたいと思うんですけども、健康アドバイスですね、まずちょっと見づらいんですけども、ドン、死亡率5倍。死亡ってこっちの死亡じゃないですよ、死ぬ方の死亡率5倍。何が死亡率5倍なのか、ちょっと皆さんの健康、すごく私自分もそうだし、皆さんが本当に健康で、共に少しでもね元気に、生きてほしいなと願ってるんですけども、死亡率5倍、ある不規則な生き方を生活をすると死亡率が5倍。今日一つ皆さんに考えていただきたいんですけども、それは睡眠不足ですね。睡眠不足です。今日はちょっと睡眠ということにちょっとだけ最初お話皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、皆さん、ちなみに睡眠時間どれぐらいですか？皆さん平均、自分の平均睡眠時間分かります？ちょっと指で出してみましょうか。ざっくりでもいいですから、だいたい平均してどれぐらい寝てるんだよ。まあたくさん出てますけど、まあこの今日のこのメッセージを聞いてですね、ちょっと考え直していただきたいなと思うんですけれども、まあ、特に社会人で、まあ、ビジネスね、現場で働いてる人、学生も大人の方も含めて、私が特に最近特に気を使ってることは、やっぱりこう自分のパフォーマンス力を上げるということなんですよね。私ずっと体調が悪くて、何度も言ってますけど、4回こう体を壊して入院したりする中で、やっぱりこう体調が悪いと、どんなにやる気があっても情熱があっても実際仕事ができないんですよ。もしくは集中力がなくて、集中したくてもできない。なので特に私はもちろん健康が大事なんですけれども、パフォーマンス力っていうのをすごく最近気にしてるんですよね。自分のパフォーマンス力です。特に仕事をする時において、また生活において大事な時にちゃんと自分の力を最大限出せるように、これって大事じゃないかなと思ってるんですけれども、日本人の睡眠不足は深刻だそうです。問題として日本人全体で見ると、で主要30カ国でワースト1らしいです。睡眠不足、もしくは睡眠に対する問題ですね。で日本人の4割の方がまず睡眠不足、睡眠が足りてないということです。皆さん、睡眠ぐらいどうってことないじゃんって思うじゃないですか。私もそう思ってた。でもすごく大事なんです。今日ぜひちょっとこれをよく聞いていただきたいなと思うんですけども、今言いました、日本人の4割は睡眠不足、そして5人に1人が睡眠に対する問題を抱えているということですね。でやっぱり睡眠、ちょっと時間これ話すとね、なんかで、ある方がこう言ってます。睡眠不足はイコール睡眠負債、負債だから借金のようなものだということなんですよね。それ睡眠に対する借金で非常に悪影響を及ぼして、私たちの人生や仕事、学生だったら勉強の、今お伝えしたようにパフォーマンスをものすごく下げるっていうんですよね。で睡眠不足がもたらす4つの良くないもの、睡眠不足がもたらす4つの良くないもの、まず第一番目、それは病気です。病気、ちょっと見づらいかもしれませんけども、病気、そして当然寿命が縮むわけですね。睡眠と健康、睡眠と寿命というのはすごくリンクしているということを覚えてください。2番目、睡眠不足がもたらすことは仕事のパフォーマンスが著しく下がるということです。仕事に対するパフォーマンス力がものすごく下がるということ。ある人が、あるアメリカでとにかく実験するし、まあ、今もうエビデンス、証拠がないとも、とにかくですね、説にならないわけですけれども、あるバスケットチームのプロのチームをですね、こう調査したと。で
あるチームを9時間以上とにかく寝るようにって選手、それと、ある選手たちをこうちょっとそれ6時間とか5時間とかで寝かして実験をしたら、当然9時間寝た選手はすごく成績が上がったっていうんですよね。パフォーマンスが上がる。それから3番目、睡眠不足がどうなるかというと太る、ね、体に問題が出るということですね。そして4番目、睡眠不足がもたらすもの、認知症のリスクアップですね。ということで睡眠時間が、ここがいいですか、大事ですよ。睡眠時間が6時間以下の方、がんにかかるのが6倍、脳卒中4倍、糖尿病3倍、トータルすると先ほど言ったように死亡率が5倍上がるそうです。皆さんいかがでしょうか。睡眠時間が平均して6時間より短い方は、もう今の現代のこの健康に対するいろんな説をまとめてみますと、まあ、かなり良くないですよということです。ですから6時間とか6時間より少ない方はちょっとね今日受け止めていただきたいなと思っています。十分な睡眠は寿命を延ばすんですよね。で6時間睡眠を14日間続けると48時間の徹夜をしたのと同じ脳の状態に落ちてしまうそうです。脳のパフォーマンス力が、言ってること分かりますか。6時間より少ない睡眠を2週間ですよね、2週間続けると脳のパフォーマンスが48時間徹夜したのと同じような脳の状況になる。当然もうすごく多分脳はぼーっとしてるし眠くて集中力もないんじゃないかなと思います。それから、そういう睡眠時間が少ない方は睡眠、今分かってきていることは睡眠ってなぜ大切かというとやっぱり脳のその間に掃除をするみたいです。分かりやすく言うと脳にもいろんな悪いものが毎日やっぱり一日過ごすことによって脳に悪いものがたまる、睡眠によってそのたまったものをきれいにするというそのための睡眠時間だそうです。だからその睡眠時間が削られるということは掃除する時間が少なくなるということです。当然悪いものが残るということ、それが今そういう認知症につながっているという結果が今出てきているということです。ですから皆さん今後のために将来のためにしっかりと睡眠時間をとる。6時間半から7時間半が最も死亡率が少ないというデータが出ています。ですから大体、まあ、7時間から8時間をがいいと言われておりますので、皆さんもしこの話を受け入れるのであればぜひね、大事にもう一度睡眠を、考えてみていただきたい。皆さんと共に、私もですからですね、睡眠時間取るようにしてます。少なくとも7時間は、休むようにしております。まあ、やっぱりしっかり休めると次の日のこうパフォーマンス力ってなんかいいなと感じます。やっぱり睡眠時間3時間4時間になると次の日やっぱりきついですよね。ですからぜひ大事にしてください。はい、ちょっと長くなりましたけど皆さんに健康アドバイスをさせていただきたいと思いました。先週ですねビジョンのメッセージをしましたね。ビジョンすごく大事だということ、 Your vision is your future ですね。これはずっと覚えておいてください。 Your vision is your future です。あなたが今持っているビジョンがあなたの将来になるということです。だから今あなたが何を持っているかというのはすごく大事です。ぜひビジョンを持ってください。もう一回言います。あなたが今持っているビジョンがあなたの将来です。だから良いビジョンを持っていただきたい。ビジョンを持っていないとちょっと厳しい言い方しますよ。ビジョンを持ってないと私たちはこの社会と会社で働いている方は会社にただ飼い流されて終わってしまうんです。人生が気をつけないと。仕事をしつつもビジョンを持っていただきたいんです。ただ会社の駒、社会の私たちは一つの駒ではなくて、この私たちは地球この世界に住んでるんですけども、でもビジョンを持って生きていただきたいということ。
ぜひビジョンシリーズ何回かメッセージしてますので、もう一度ぜひ皆さんいつでも YouTube で見ることができますので見ていただきたいと思います。さあ今日からできるシリーズということで、皆さんにできるメッセージ、もう一度先ほどのバイブルの聖書の言葉をちょっと読んでみたいと思います。皆さん言いましょうか。3、はい。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。そして今日はもう一言、できるハートを持ちましょうと言いますね。できるハートです。できるハート、いかがでしょうか。できるハートを持っていただきたいんです。これ私いつも皆さんにこれもお伝えしますけれども、自分の持っているハートが心ですよね。自分が持っている心から言葉が生まれるんです。私たちは言葉を使う動物ですね。他の動物は基本言葉を使わないんです。唯一この地球上にはたくさんの種類の動物がいますけど、唯一言葉を話す動物、私たち人間です。特別に作られているんです。この言葉というのは私たちの思い、心から出てくるのが言葉です。誰かに愛情を持っていたら愛の言葉が出てきますよね。私には1歳の息子、6歳の娘がいます。可愛くてしょう。だから愛してるよ、可愛いという表現が出てきます。そういう感情の心があるからです。人間というのは自分のハートにある思いから言葉が出る、そして言葉が行動になるんです。残念ながらニュースで2歳ぐらいの子供が頭蓋骨がボコボコぐちゃぐちゃになるまで虐待されて殺されたというニュースをつい最近見て、もう本当に胸が痛いんです。どうしてそんなことできるのかって、もう骨がもうブヨブヨでぐちゃぐちゃだったらしいんですよ。そこまで殴り続け蹴り続けたっていうことですよ。かわいいって言いながらガンってやる人はいないんですよ。言葉が行動になり、そしてそれが私たちの行動が人生になるんです。ですから良いハートを持っていただきたいんです。いつも私たちがいつも良いハートを持っていたら必ずそれが言葉になり、そして行動になる、そして人生になるんです。私たちは時々自分がどういう生き方をしているのか、どういう言葉を使っているのか、どういう態度を持っているのかというのはぜひ時々こうフィードバックしていただきたいんです。振り返ってみていただきたいんです。諦めない心、情熱的な心を持っている人はどんな苦しいことがあっても乗り越えることができるでしょう。いや、乗り越えようとするでしょう。生きるってつらいですよね。今回このコロナも大変ですよ。世界中が大変です。アメリカの大統領ですら感染するんですから、すごく大変なことです。困難が山ほどあるんです。人生には計算通りに行くことがほぼないでしょう。誰が計算したんですか、このコロナ。誰も計算してないですよ。人生には困難がある。でもそれを乗り越えるっていうハートを持ってる人、苦しみや悲しみに私は負けないんだっていうハートを持ってる人はそれを乗り越えることができるんです。ですから私は今日、できるハートを持っていただきたいんですよ。それがメッセージなんです。できるハートです。私はできるんだっていうハートです。私は中学生、高校生のクラスを持ってますので、中高生に教えてるんですけれども、先日中高生にある質問しました。 100% 人生が失敗する生き方ってどんな生き方って考えて、 100% あなたの人生が失敗する生き方ってどんな生き方って考えて、いろんなのが出てきました。もう絶えず文句を言うとか、ネガティブできるとか、ある人はこういった何もしないこと、そうだね、やっぱり何もチャレンジしなかったら人生やっぱりうまくいかないよね。
もしない、何もできないではなくて、できるハート、まあもちろん励ましました。まあ私は考えてほしかった、そういう生き方をしてほしくないから、自分で気がついてほしかった、どういう生き方したら 100% 心配するの、そういう生き方はやめよう。皆さん、できるハートを持つということ、できるハート、時には難しいこと、できないと思われることにお互いに挑戦する生き方したいなって思うんですよね。私の話でよく出てくるこのね、初めて飛行機を飛ばした人ね、ライト兄弟、今から120年前です。初めての人類のフライトはたったのどれぐらいか知ってますか。まあ今コロナ禍でね、飛行機会社すごく大変ですけど、潰れてるとこもありますけど、まあ飛行機が飛ぶのは当たり前ですね。世界中行くことができる。世界初めてのフライトはたったの12秒です。12秒、人生初めて、今からたったでも120年前ですよ。当時でも彼らはめちゃめちゃ叩かれたんです。今 SNS であったら多分彼らはめっちゃ大変ですよ。新聞にも載ったんですから、あいつらはアホなんだよ、何をチャレンジしてるの、人間が空を飛ぶわけがねえだろうって、鉄の塊が空を飛ぶわけがないだろうって。分かりやすく言ってこういうことです。ドラえもんの、例えばどっかの会社がどこでもドアを作るって言い出したら皆さん何と言いますか。その会社多分頭おかしいって言うと思うんですよ。それぐらい、それに匹敵だって、今まで人類の歴史上誰も空を飛んだことがないんですよ。でも彼らはそれをチャレンジしたんですよ。なぜですか。できると信じて、いや絶対、だって鳥が空飛んでんだから人間も飛べるはずなんだ。彼らのそのできるハートから、できる信仰から、飛行機は、ね、今飛行機が飛びませんって言う方が頭おかしいでしょ。まあどこでもどうかできるっていうのは私も今は信じてませんけどね。まあでもそういうことできるというハートを持って、そしてそれを言葉にし、そして実行する人にはいつかどこかにたどり着くんだと思う。先ほども言いました、ライト兄弟の世界人類最初のフライトはそれまで何回も失敗したけど12秒です。彼らも怪我もしてるんです。さっき言ったようにめちゃめちゃ叩かれてるんですよ。本当にお前たちバカだな、飛ぶわけがないだろう。それでも彼が諦めなかった。そこからこの、ね、人類は、私たちは空を飛ぶことができる。皆さん、ぜひできるハートを持っていただきたいんです。できるというハートを持っている人は人生が楽しくなるはずです。生きることが楽しくなるはずです。だっていろんなことに挑戦するようになる。逆を言うと、人間は自分の中でできないと思ったら一歩もそれに対して挑戦しようとしないのが人間だということも覚えてください。別に何でもかんでもやってくださいって言ってるんですよ、誤解しないように。だけど私たちの中でできないっていうハートが先に働くと、それに対してはやらないんです。すごく極端な分かりやすい例を言いますね。少し前に日本の総理大臣が決まりましたけど、まあ総裁選に私たちは出ることはできないけど、きっとこの中で私は総理大臣だろうとしたら目指す人はいないと思うんです。なぜか最初からそれは無理だと思ってるから。別に目指さなくていいんですよ。ちょっと分かりやすい極端な例です。私はそれ無理、できないと思ってる人はまずそんなことも考えないし、やろうともしないわけです。すごく極端な例ですけど、でもできるんじゃないかって思うことができたら一歩踏み始めるんですよ、ね、私たちはアニーという、ね、何回も言ってますけど、放課後デイサービスが始まりました。その前は保育園、ジョイ保育園、そしてチャーチスクール、20年前そうです。やる前っていうのはすごく私もドキドキするんですよ。失敗を恐れるんです。うまくいかなかったらどうしよう。
を始めるには一人の資格を持っている方が必要なんですよ。その方は他のところで働いてた、私はもう頭を下げてその方が入ってくれないとできないからお願いしましたよ。でもまだ何も形もない状態ですよ。その人の生活もあるんです。それでもぜひお願いします。皆さん、めちゃめちゃ私の心境わかりますか？すごくビビりますよ。万が一失敗したらどうするのって。この人の人生ね、大変なことになったら誰が責任取るの？私責任取れないし。でもできる。困難はいっぱいあると思うけど、でもできるね。他にも協力してくださる方が起こされて、まあ、まだまだですよ。まだまだ登場ですけど、でも本当によく頑張ってください。今日の皆さんメッセージは、できるハートを持つということです。できるハートです。そしてもう一つ大事なことを言います。もう一つ大事なこと、できるハートをまず持つことなんですけども、さらに大事なこと、それはこのハートを持ち続けるということです。結構多くの方は1回2回は持つんですよ。今日も多分皆さんできるハートはちょっとは持っていただけると思うんですよ。チャレンジしてるから、あ、そうだ、できるハートを持とうって。だけど大事なのは明日、明後日ですよ。1週間後ですよ。今週は多少は、あ、なんかできるってメッセージ聞いたからちょっとやってみようって思うと思うんですけど、でも大事なことはこのできるハートを持ち続けることなんですよね。私たちの心って分かりやすく言うと、なんかかき氷みたいなもんだと思ってます。かき氷ってもう熱かったら数分で溶けますよね。あっという間になくなるんです。私たちの心ってもうその日によって違うでしょ。あ、今日なんか、今日は睡眠もバッチリとれたし、なんか今日はやる気満々っていう日があれば、次の日なんかちょっと辛いこととか苦しいこととか誰かになんかちょっと言われただけでめっちゃ心へこんで、なんかもう、あ、なんか今日はやる気出ない。その日のハートのコンディションで一日が決まってしまう。だから私はぜひまずできるハートを持つこと、そして大事なことは持ち続けること、持ち続けること。今日皆さん携帯今持っていらっしゃる方いません？自分の携帯別に持ってなくてもいいんですけど、あ、持ってないんですか？皆さん持ってる方ちょっと手挙げて、別に携帯挙げなくていいんですよ。持ってる方、自分の意思で持ってこられたんですよね。携帯充電して、そうですよね。今もう携帯って私たちのもう体の一部になってるじゃないですか、ほぼ。私も充電して、あ、朝ちょっと充電し忘れたんで、今日はあのバッテリー持ってつけてきました。選ぶことができるんです、携帯を持つということ。自分で同じようにできるハートは目には見えないけど、でも私たちは自分で持つことができるんです。できるハートを持って生きようって、持ち続けることすごく大事です。できるハートを最後持ち、そして持ち続けるために2つのことだけ話して終わりたいと思うんですけれども、一つはまず今日皆さんにお伝えしたように、できるハートを持とうというメッセージをぜひ聞いていただきたいんです。聞き続けていただきたいんです。できるハートを持とうって、自分に言いかけてね、語りかけてほしいなと思います。今日もできるって、私はできるって。困難の中にいる人はこの困難を乗り越えることができると自分を励ましたんです。それができるハートを持つということです。アルフレッド・アドラーという非常に有名な方がいるんですけれども、アドラーですね。で、彼が小学生の時に学校の先生にこう言われたというんです。お前は、あなたは
このアドラーの成績を見て教師がこう言ったと、あなたは算数ダメだね、できないね、算数向いてないよ。このアドラー君は先生のこの一言を聞いて算数が苦手になってしまったんです。教師の何気ない一言、あ、僕は算数できないんだ。で、彼が中学生になった時にたまたま数学の授業で誰も他の生徒が解けなかった数学の問題が彼だけがなんか解けてしまった。どういうわけか知らないけど、そしたら教師がこう言ったんです。アドラー君、君天才だねって、数学の天才だね君は。アドラーの職業は何になったか知ってますか？数学者です。皆さん、言葉ってものすごく影響力があるんです。たった教師の一言が彼の人生を左右したんです。いや、決めたんです。君天才じゃん。逆だったら彼は数学の多分数学者にはなってなかったし、逆だったらね、小学生の時、いや君すごいね、数学いいね、伸びて、でも中学になって君ダメだね、全然向いてないじゃん、君の、ね、成績悪いねって、もし逆だったら多分彼は数学者にはなってなかったし、そしたら世界的に有名な人にはなってなかったと思うんです。言葉ってすごく大事なんです。私たちが考えてる以上にすごく大事です。皆さん、いつも何を聞いてますか？何に耳を傾けてますか？すごく大事ですよ。あなたの人生にめちゃめちゃ影響を与えます。だから私もメッセージを伝えるときすごく大切なんです。すごく緊張します。責任を感じます。絶対に少しでも良いメッセージ影響を与えることができる、まあバイブルの言葉だからもちろん 100%OK なんですよ。それでももう一人日本人でノーベル賞、2014年にノーベル賞を受賞された中村修二さんという方がね、青色発光ダイオードってご存知ですか？聞いたことありますか？これを、まあ、発見者というか、これを世に広めた人です。で、この方は3つのことを大事にしてる。成功の秘訣3つ、こういうふうに言ってます。1つはインスピレーションを大切にする。インスピレーションを大切にする。もう一つは固定概念にとらわれない。固定概念にとらわれない。そして彼は3つ目にこう言ってるんです。必ずできると信じる。必ずできると信じる。これがこの彼の成功の秘訣だということでシェアされてるんですけど、皆さん、聖書も同じことを言ってます。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるというのがバイブルメッセージですね。ジーザス、イエス・キリストのメッセージです。皆さん、ぜひだから聖書をよく読んでいただきたいんです。できるんだよ、必ずできるんだよ。まずこのメッセージを聞くということです。自分に語りかけてください。この神のバイブルの言葉をしっかりキャッチして、そして語り続ける。2番目、先ほど言いました、まずは持つことですね。できるハートを持つこと、そしてもっと大事なことは持ち続けることだと言いました。持ち続けるためにどうしたらいいですか？これも答えシンプルですよ。このメッセージを聞き続ける、励ましを続けるということです。毎日食事を食べるように、毎日食事を食べるように、自分の心を励ます時間を持っていただきたい。また励まし合える友達を持っていただきたい。傷つけ合う友達じゃなくて、バカにし合う友達じゃなくて、自分のハートを励ましてくれる友人を持つことです。そしてこの励ましのメッセージをぜひ聞き続ける。バイブルのメッセージを聞き続けるということです。励ましのメッセージに耳を傾け続けていただきたい。皆さん、
ね、私今日、ね、聖書バイブル持ってますけど、読むたびに励まされます。読むたびにできるっていう心が湧いてくるんです。聖書を読んで、ああ無理だ、ああできないってなったことはないんです。大丈夫だよ、勇気出してやってごらんって。今日のバイブルの言葉はそうでしょ、私は私を強くしてくださるジーザスによってどんなことでもできるというのがバイブルメッセージです。イエス・キリストのメッセージです。ぜひバイブルから励ましを受けていただきたい。イエス・キリストから励ましを受けていただきたい。あのトランプ大統領も聖書を肯定し、そして聖書の言葉に励まされていると彼は言ってるんですよ。大事だって。あのトランプさん、あの強気のトランプさんですが、聖書に学んだと彼は言ってるんです。聖書に育てられたって言ってるんです。あのまあちょっと強気すぎますけど、でもあの強気の部分っていうのはできるハードを持ってるんですよ、人の何十倍も。もう一度言います。バイブルの聖書のできるというメッセージを何度も何度も聞いていただきたい。ジーザス、イエス・キリストはいつもあなたを応援しています。イエス・キリストは最後十字架という死刑にかかって殺されるんですよ。当時の死刑囚の代わりに彼は十字架にかかったんですね。一人の死刑囚の代わりに十字架にかかったんです。死刑なんですけど、すぐ死なないんです。今の死刑って基本的に苦しまないようにね、命を奪うじゃないですか。でも十字架っていうのは死刑の中で最も残酷な死刑だと言われています。死ぬまでにある人は2日3日かかるんです。すごく苦しんで死んでくるんです。でイエス・キリストと一緒に2人の強盗が死刑につけられて、十字架につけられた。皆さん、もう殺されるのが分かってる十字架に貼り付けにされてるイエス・キリストがこの強盗に何と言ったんですか。励ましたんですよ。あなたは私と一緒に天国に行くよって。皆さん、人間ってやっぱりもうそんなさ、十字架に貼り付けられて殺される寸前って全部出るんですよ、自分の本性が。誰だ俺をここに釘付けしたのは、なんで俺が殺されなきゃいけないんだ、なるでしょう。イエス・キリストが言った言葉は何ですか。あなたと一緒に天国に行くんだよ、最後の最後まで。出てきた言葉は励ましであり希望なんですよ。だから本物なんですよ。感動するんです。だから世界のスーパーヒーローなんですよ。イエス・キリストが生まれ、クリスマスが生まれ、2000年経った今も世界中でイエス・キリストの言葉に多くの人が励まされているんです。今日もです。皆さん、ぜひできるハートを今日しっかりと持っていただきたい。そして持ち続けていただきたい。できれば今週誰かに、わけわかんなくてもいいから、できるハート持っていこうぜみたいなメッセージを届けてください。もしちょっと落ち込んでる人とか、なんか暗くなってる人とか、元気がない人を見つけたら、大丈夫ってね、なんか今日できるハートを持とうっていうメッセージ聞いたんだけど、できるハート持っていこうよ、できるよ、大丈夫だよ、それだけでいいんです。声をかけていただきたいなと思います。最後に一人のよく、ね、知ってる人の話をして終わりたいと思うんですけれども、私もこの人大好きでよく話するんですけどね、ミッキーマウスを生み出した人、ウォルト・ディズニーですね。彼をちょっと紹介したいと思うんですけども、最後、小学生の時はものすごく貧しくて、学校に行きながら、小学生ですよ皆さん、小学生なのに
朝と夕方は新聞配達をする小学生だ。非常に貧しい中に彼は生まれ育った。そして彼の夢はこのアニメ映画を作ること。で、彼はミッキーマウスが生まれる前にある新聞会社で働いてたんですよね。そこで漫画を描く担当してたらしいんだけど、だけど、まあ、上の人からこう言われた。お前は漫画を描く才能がないからクビ。まあ、その人が今のこのね、ディズニーランドの世界を知ったら多分飛び上がると思いますけど、お前は漫画描く才能ないからクビと言われた。そして彼はこのミッキーマウスを世に出す前に実はもう一個別なまずキャラクターを生み出してたんですよ。それも結構人気になったら当時のその会社がその権利を全部奪ってしまった。ウォルト・ディズニーから。彼が生み出したんですよ。彼のものなんだけど権利社会じゃないですか。全部その権利をその会社に奪われることによって彼は何もすることができない。挫折ですよ。で、彼も倒産も何回もしてるんです。このミッキーマウスが生まれ、この映画が生まれ、そしてディズニーランドが生まれるまでに何回も倒産してる。1950年代ですね。彼はディズニーランドを作るために銀行にお願いしに行くわけです。融資の僕には夢があるんです。子供、親、家族が楽しめる夢の国を作りたいんです。協力してください。まあでもそんな銀行も甘くないですよ。何回断られたと思いますか。10回20回50回100回。彼は銀行に300回断られたと思います。私だったら多分10回ぐらいで諦めると思います。私も結構銀行行くんですよ。もう何回も結構断られてます。一回でもへこみますよ。私も夢を持っていくんです。こんな夢があるんです。子供たちの夢があるんです。次世代の夢があるんです。何回も私頭下げに行ってます。話行ってますよ、交渉に。実は断れる回数の方が圧倒的に多いんです。一回でもへこみます。300回です。彼は負けなかった。できるって、これやるんだって。彼が諦めたらディズニーランドはないんですよ。皆さん、できるハートを持っていただきたいです。もちろん無謀なことはしなくていいんですよ。無茶なことをしなさいって言ってんじゃない、誤解をしないでください。でも神様は時々チャレンジするんです。やってごらんって、信仰を持ってやってごらんって、できるんだよって。できるハートを持ちなさい。そして持ち続ける生き方です。もう一度言います。ぜひこのメッセージを繰り返し聞いてください。このバイブルの言葉を何回も読んでください。毎週メッセージを発信してます。ぜひ聞いてみてください。また誰かに届けてください。これ聞いたらなんかやる気湧いてくるよ。よかったよ。バイブルスタディもしてます。ぜひ皆さん、学びたい人は声かけてください。一緒にできるハートを学びましょう。できるハートを強くしていきましょう。大きくしていきましょう。チャレンジできる。
さあ最後に一緒にバイブルのことを皆さんでもう一度お願いします。はい、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私は私を強くしてくださるジーザス、イエス・キリストによってどんなことでもできるのです。一緒に最後目をつぶってお祈りをしてこの時間を終わりにしたいと思います。今日できるハートを私が持っていきたいとそう願う人がいたら一緒に心の中でそのように祈ってみたいと思います。できるハートを私は持つんだって、そして一回じゃなくてすぐ溶けてなくなるんじゃなくて持ち続ける、持ち続ける。そういう存在になりたいんだ。自分のハートもそうだし隣の人のハートにもこのできるハートを燃やし続けることができるように、そんな存在にお互いになれるように、隣の人のやる気に水をかけるような生き方じゃなくて、結構そういう方もいますよね。なんかやろうとしてるのに水かけちゃう人じゃなくて、それ言いたいんだ、できるんじゃない、私ができることだったら応援するよ、そんな生き方できたら幸せだと思うんですよ。皆さんいかがでしょうか。私はできるハートを持ちたいという方一緒にお祈りしましょう。私はできるハートを持ち続けたい、またそんな存在になりたいと願う人も一緒にお祈りしましょう。愛する神様、今日はありがとうございます。今日はこの三浦に来て久しぶりに皆さんと一緒に共に礼拝を捧げ、そしてバイブルのメッセージを今日もあなたが届けてくださったことを心から感謝します。今日できるハートを私は持ちます。すでに持ってる人はもっと強く持つことができるように、一回ではなくて今日だけではなくて願わくば毎日持つことができるように、神様どうぞ導いてください。心から感謝します。主に感謝します。神様ありがとうございます。今日これから洗礼式を受けします。受けられる渡辺さんとっくに祝福してください。心から感謝します。主に感謝して私たちの救い主愛するイエスキリストによってお願いします。アーメン。決め合わせるために生まれた賛美しながら献金を神様に捧げていきましょう。心からの感謝と献金を立ち上がって一緒に捧げていきましょう。
生かされていること、守られていること、支えられていること、そして今日も恵みと励ましを受けること、ありがとうございます。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しい交わりが今日におられるお一人お一人いつまでもいつまでも豊かにありますね。アメン。どうぞお座りください。